福井競輪開設73周年記念不死鳥杯 G3 初日第3レースも1次予選競争です。先頭固定距離2025メートル、1着から4着上位4名と1次予選競争11レースのうち5着の10名が明日の2次予選に勝ち上がります。3レース1次予選、それでは対戦9選手1番から順を追ってご紹介してまいります。1番佐賀立部風馬、2番茨城芦沢大輔、3番三重坂口光介、4番神奈川勝瀬拓也、5番埼玉伊藤慶太郎、6番石川小島啓二、7番福岡坂本龍馬、8番も福岡桑原亮、9番三重皿谷豊。以上9名の対戦3レース1次予選が行われます。第3レース1次予選3つ目、ライン綺麗に3つに分かれていくそうです。発送いたします。人気は三重コンビに集まりました。9番サレア押し切ったところが1番人気となったようです。号砲一発、第3レース1次予選競争のスタート。様子伺いながら内1番立部風馬出ていきます。そして2番の芦沢大輔追って2番手、アウト5番伊藤慶太郎が上昇、後ろ3番坂口光介、4番勝瀬拓也が追っています。それから7番坂本龍馬が現在6番手追走で、後ろに8番桑原亮、それから9番皿谷豊が後方8番手からのスタート、6番小島啓司が最後方の序盤戦、1周回目の3コーナーから4コーナー前は誘導を追いかけて、1番立部風馬先頭で、この2番と2番の芦沢大輔、3番手も車相手、5番の伊藤慶太郎が追走で、レースはこれから2周回目に入っていきます。それから4番勝瀬が4番手、後ろ7番の坂本、後ろに8番桑原追走で、それから3番坂口光介7番手、あとは9番皿谷豊、6番小島啓司が最後方で2周回目のバックストレッチ、1番立部風馬が先頭、ここで2番手に上昇が7番坂本龍馬、それから8番桑原亮と九州勢前段、5番の伊藤慶太郎が4番手を回って、このマークには2番芦沢大輔を追っています。それから4番勝瀬拓也6番手、あとは9番皿谷豊が後方7番手追走で、マークに3番坂口光介、そして6番小島啓司が最後方で、青番周回1コーナーから2コーナーへと向かっています。1列棒上ライン3つ、3対3対3に分かれています。1番立部風馬が先頭で、このマークには久留米の2人、7番坂本龍馬、8番桑原亮で追っています。九州ライン5番の伊藤慶太郎4番手、マークには芦沢大輔関東勢に、4番勝瀬拓也6番手、そして9番皿谷豊が後方7番手を待って、マーク3番坂口光介、6番小島啓司が最後方で残り2周回、9番皿谷が上昇前、1番立部が一旦すんなり下げました。そして今度は5番の伊藤が動いて、現在4番手イン1番立部ですが、アウト5番の伊藤が上昇、9番皿谷出していきそうだ、伊藤先頭を打者を迎えます。抑えて5番の伊藤先頭ですが、今度は1番立部がスパート、現在3番手そして7番の坂本がインコース潜り込んでいく、9番皿谷が下がって後方になって最終周回です。先頭先行策は5番の伊藤慶太郎、これ2番手が2番芦沢大輔、それから1番立部風馬が3番手に収まって、最終周回2コーナーからバックスレッチ、9番の皿谷目前としてインコースかぶっています、3番坂口は切り替えた、最終3コーナーから4コーナー逃げる5番の伊藤を番手合わせる2番の芦沢大輔、大外を3番坂口直線コース、外から3番の坂口コースに抜け出した2番手8番桑原合流、それから1番立部か。3レース1次予選、最後は自力に切り替えて3番坂口光介先着、あとは8番の桑原亮です。3レース1次予選、9番サレは人気集めましたが、内にかぶって苦しい展開でした。5番の伊藤の逃げ、転ばんて2番の芦沢でしたが、最後自力にチェンジして3番坂口光介、
そしてこの後ろを追う形になったのが8番の桑原亮、それから1番立部風磨、3番坂口が先着です。決定まで今しばらくお待ちください。3レース1次予選の3つ目でした。3番勝瀬拓也6番手、そして9番皿井豊が後方7番手を待って、3番坂口浩介、6番小島啓司が最後方で残り2周回、9番皿井が上昇前、1番田渕が一旦すんなり下げました。そして今度は5番の伊藤が動いて現在4番手、イン1番田渕です。がアウトを5番の伊藤が上昇、9番サレア出していきそうだ。伊藤先頭をダッシュを迎えます。抑えて5番の伊藤先頭ですが、今度は1番田渕がスパート、現在3番手、そして7番の坂本がインコース潜り込んでいく、9番皿谷が下がって後方、後方になって最終周回です。先頭先行策は5番の伊藤圭太郎、これが2番手が2番芦澤大輔、それから1番立見風磨が3番手に収まって最終周回2コーナーからバックスレッチ、9番の皿谷を依然として、インコースかぶっています。3番坂口は切り替えた、最終3コーナーから4コーナー、逃げる5番の伊藤、番手合わせる2番の芦澤大輔、大外を3番坂口直線コース、外から3番の坂口コースに抜け出した、2番手8番森、それから1番立見か、